海です。小林弘之です。横山真です。浦瀬山下です。お願いします。お願いします。キレいいね今日。いいです。というわけで今回も動画のコメントにお返事をしながら投稿していきます。チャンス。チャンス。あす運動部になってる気づいたら。あす。おはす。そんなキャラでおはようございます。おはようございます。おはようございます。ですね、今週はですね、はい、はい、多分ね、スタミュのね、あれですね。もっとぼんやりした情報。メイクです、ね、あれかあれかあれか、スタミュの、ね、辰巳くんか。辰巳くんですね、多分。でございますが、私の好きな。来たのが、まず第1弾はスタミュ第9幕にした感想でございます。うん、はい、おそ松パーカーですね。あ、そうですね。そうです、はい、あ、そういえば。ございます。続きまして、KK さんについたコメントでございます。おっと、これ久々にくれた方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。久々に動画を見に来ることができました。ありがとう。やっぱりね、ツキエンヤンさんのコップスプレーは毎回勉強になります。コップスレはね。コップスレって僕もちょっと今、2チャンネルのスレかな、コップに。久々にペダルコースのナスキネヤさんを見たくなりました。はい、新生総北博学年間メンバーのメイク動画を伝える予定はありますか？カメカメじゃねえかよ。一緒にハンガーができましたけど。申し訳ない。ハンガーの予定は。ハンガーの予定はないです。メンバーの予定はメンバーの予定はやりたい。やりたい。とりあえず、そうそう。3期待。あの、ネタバレをしたくないので、3期待機です。そう3期直前くらいにやるかもって感じですね。うん、はい、じゃあ続きある程度なんか公開されたらね。この内容がわかんねえからな。まあ続きまして、はい、はい、おそ松さんのムツゴ。きついな。おう。お、アンチだ。しょうがね。久々だな、お前。ありがとうよ、アンチ。久々だな。ついよ。よ。はい、続きまして。同じやつじゃないと思うけど。元気かってなった。ガソクラシーめぐねでございます。おい。アホ毛がアンテナみたいで笑った。アンテナみたいじゃん。うん、アホ毛ってアンテナみたいな、アホ毛そういうもんだからさ、アホ毛そういうもんだから、はい、電波ユニクロですと書いてありますね、ありがとうございます。はい、KK さんでございます。はい、いつも動画見させてもらってます。とっても参考にしてもらってます。ありがとう。質問なんですけど、自慢すぎはビューラーでカールさせてますか、それともそのままですか。うんと、ビューラーでカールさせて、まあマスカラした状態で撮ってる。ああ、最初がなんか元の化粧がそうなんですね。だから僕の時は上げてからじゃないともうまつげがね、なじまないですね。そうだね、今日来てから上げてたもんね。うん、まあそんな感じですね。はい、続きまして、桜子さんの動画に出た感想でございます。あら、抹茶プリンと抹茶…いや、毎回来てますね。バームクーヘンと抹茶プリンが食いたい。うん、今回珍しく平和な回でしたね。おばあちゃんとの思い出は私も胸がいっぱいになりました。気になるのが、黒幕は誰か。アニメサイトのコメントでは、石田明の先生が怪しいとありましたと、うん、そうと見せかけてみたいな感じですね。今回のね、感想をね、見てもらってね。ところで、はい、山田さんはなぜ欠席したのでしょうか。私気になります。バイ L、うん、L じゃん。 L からね。L だそうですね。おう、マチルダさん。いや、L だそうです。今ちょっと俺聞き取れなかった。久しぶりに俺が聞き取れなかったの、最初に。今なんでヤマピーが欠席したのか。ヤマピーは、ちゃんとした説明する、それとも誰かふざけたい。事務所のせいです。事務所の、はい、こんね、こっぴょこ怒られてたせいです、事務所からの圧でーす。圧でーす。ネタ見せ行ってたからベストですね。ネタ見せに行ってました、ね、はい、ネタ見せに。続きまして、はい、ようやく来ました、辰巳くんです。楽しみにしてました。私もスタミナの沼に浸かり、もう抜け出せません。次の更新も楽しみにしていますと。ありがとう、よかった、沼の人がいて。あれ癖になるよね、見てる。なるよ。いや、ほんとね、見てると見てるだけね、ダメなのよ、ハマっちゃうからね。ハマっちゃうのよ。一回見て大爆笑した後に思い出して、あれちょっと面白かったんじゃないかなもう一回見ましたよ、面白かったとかあるじゃん。でも、もう一回見てみようかなってなっちゃうのよ。ダメなの。でも、もう一回見て結局笑うんですけど。さあ、続きまして、連投ですね、この方。ありがとう。やっぱり河合さんかっこいいっすね。ありがとう。私はスタミナを見てないので、これから見ようかなと思っています。話は変わるんですけど、最近投稿が遅いかなと思っています。失礼なことをすみません、長文すみません。で、これは投稿担当でもあれじゃないの、スケジュール設定してんじゃないの。あの、あれですね、メイク動画は毎週火曜日の20時には上げてます、はいはい、ただ、あれですね、それ以外の動画の人ですね、きっと。あー、なるほどね。まあ、それはヤマピーのさじ加減だから、勘弁してやってくださいね。ヤマピーのバイトの忙しさで左右されます、ね、ごめんな、ごめんなさいね。はい、続きまして、売れない芸人だからさ。そう、全員売れてねえんだ、バイトばっかしてっからさ。週5週、はい、とりあえず河合さんよろしくお願いします。長いですけど。河合さん、小林さん、山下さん、こんにちは。おそ松さん、あれ、え、怖っ。え、松井バニッシングがあるそんな本気ですか。松井バニッシング、河合さん、小林さん、山下さん、こんにちは。
おそ松さん、今回も神でした。みんなのおっしゃられてたシーン全て共感しました。てっきり十四松のふわっとした流れで強引なオチなのかと思ったら、とど、ド直球の初恋回で驚きました。それからおでん屋シーンでの十四松の号泣で少なくなりました。スパニャンコの回もそうですが、十四松の隣をキープしてたりくつろいでいる十四松に縛られて準備してる一松に舞いまくりました。 PS 山下さん、いろいろな編集をお疲れ様でした。とても面白かったです。どうも。本日の時代ですね。いやちょっと松面白かったね。そうですね、面白かったね。きっとそ松さんって書いて松って書いたから満足しちゃったんだよ。松井さんは必要かどうかという、まあ、議題があったわけでしょうね。これ読み方を変えると、海さん、小林さん、山下さん、こんにちは、おそ松さん、こんにちは、おそ松さんではないんだ。おそ松さん、おそ松さんって呼ばれてたの。おそ松さん、おそ松さんではありますけど、聞くとそういうことなのか、本当に見えてなかったのか、どっちか。大丈夫だよ、いるよ。あ、この感想の時いたか。この感想の時僕いなかった。そうそっか。はい、メイクと編集技術は、はい、次メイシク編集技術上がってて本当に尊敬しています。それなのにいつも最下位ですみません。最下位なのは僕のことですね。ということはやはり、だけどこれ三人中、はい、みんなどうかってね。次行きましょう。待ってください。悲しい事件だったね。僕動揺して今ちょっとコメント閉じちゃったんで一回ちょっと待ってください。大丈夫、全然何言ってるか分かんないから最初から、うん、ひどい話だけどそれも。ちょっと待ってください。ヤマピーなのか、ヤマピーなのか。はい、続きまして、ハイピーと同じ、今週の注目アニメについてコメントです。はい、小林姉さん素敵です。女として負けました。うーん、なんでそのつっつきから、はい、次、はい、名刺会社が今日いるからね。名刺会社じゃないよ、はい、次大喜利だよ、大喜利。次行きたい人大さんイケメンです。ファンデーション何色使ってますか。何色だろう。あ、一応なんか名前ついてるよね、あの色って。ああ、そう、毎回一緒でしたよ、ね、インテグレートのやつのオークル10。オークル10、うん、オークル10です。でも、ね、普通の肌色みたいなのよく買います。ああ、僕もはい、僕も、はい、健康的な肌色みたいなの買います。はい、続きまして、はい、河合さん、小林さん、松井さん、山下さん、こんにちは。こんにちは。キャラ診断やっていただきありがとうございます。わかんないキャラが多かったようですみません。予想しづらかったですよね。これ松誰でどれですかのやつですね。ほう、はい、正解は一松でした。なんつったんだっけ。チョロ松って言われたね。チョロ松はうんって感じです。あらー、じゃあチョロ嫌いなの。ちなみになんですけど、名前を書いた順は特にそういう意図じゃなくて、うん、いつも紹介してる順番で書いているので、はいはありません。ありがとう。分かった、ランキング戦じゃなかったみたいです。なんでアリスみたいに言ったんですか。若い子わかんないです。はい、次続きまして、河合さん、松井さん、小林さん、山下さん、こんにちは。こんにちは。私は配給が好きなんですけど、よかったら配給のコスプレをしてほしいです。できれば無気力組の誰かをやってほしいですと。キャスです。やっぱ人気だね、無気力ね。配給は考えてます。うん、今まで3キャラぐらいやったの。3キャラ、4キャラぐらい。4キャラ、はい、お楽しみに、はい、続きまして、統計ノームのキャラですけど、個人的には、なんだこれ、今剣かな、今剣かな、根剣かな、わかんないですね。今剣って聞いたことある、違うかな。でも読み方はなんかないですね。で、加藤宗正かっこおじいちゃんをやってほしいです。おじいちゃんね、じじいいるんだよ。今剣は源義経様の守り方なので、初太キャラやってほしい気持ちと、おじいちゃんは日本最古の方なので、落ち着いてるキャラとして、河合さんのコスプレとしては珍しいから見てみたいです。長文失礼しました。じじいイケメンなんだよ。イケメンのじじいなんだ。そう、イケメンしか出ないの。じじい系のキャラってちなみにやったことある？あるよ。おー、どういう100万画ビューのハリスとか、あと、リボンの9代目とか、あー、やってたよ、じじい。なるほど、ジジイ。じゃあ可能性はある。そうですね。でもそういうジジイじゃないから。そういうジジイ。これはイケメンのジジイだから。ああ。だからジジイって呼ばれてるだけでただのイケメンだから。あ、結果はそうジジイじゃない。そうジジイじゃねえの。ご老人ではキャラがジジイなだけで。うん。多分。なるほどね。会長とかやるの。なんか都市的にジジイなだけで、なんかビスケさんみたいな感じ。ああ。それか。うん、それ系。そういうことか。高尚さんみたいな感じですね。なるほどね。ロリババみたいなもんか。ロリババみたいなもんだ。じゃあ次。はい、一桁で見れました。ありがとうございます。ありがとうございます。次行きましょう。4人分のチャーム待ってます。
頑張って作ります。チャームくん、あーグッズの話ですね。ヤマピーの努力しないで、はい、企業努力、ね、これも全部ヤマピーの、アニムスの方が見れたそうですね。河合さん可愛かったですと。あんまり言っちゃダメよ、大きな声で。言っちゃダメですよ。どうやって見たのか分かんないです。録画を誰かしてたんですよ。食べたかな、うん、じゃあなかなかそういうこと言えないからね。そうそうそう、うん、はい、続きまして、はい、おっとこれ河合松井さんの間死ね問題がまだ引きずってる話ですね。まだ引きずってるの長いね。引きずってんのか。夏姉や松井さん、小林さん、山下さん、こんばんは。しつこいやってすいません。お好きな人にはちょっと申しに気をつけます。山下さんが間違いを言うので直してもらおうとしただけなんです。しつこく思われたらすいません、松井さん。まあまあ、私は全然いいけどね。次もう、永遠じゃない。で、トラボのコスプレキャラ、加藤清光、歌手清光、宮間智美と、なるきつね、なるきつねだったっけ、泣きつね、なるきつねを希望ですって。衣装ですけど、なんだっけ、内場、うん、という畑当番、馬当番、手合わせさせるというシステムがあり、うん、その時衣装がジャージー袴などに変わるので衣装が安く済むかもしれませんよと。あ、そうか、ジャージもあるんだ。ジャージもある。そうですね、もうわかんねえよ。そこわかんねえな。袖ないジャージとか持ってないですか。ある。袖ないジャージ、袖ないジャージと、ここがスーパーセクシーなジャージ。ここスーパーセクシーなジャージある。使うことあるのかな。スーパーエンド時点でわかるじゃん。スーパーセクシーなジャージね。はい、でキャラ診断お願いします。おい、ホソンさん、一松、十四松、うん、学校暮らし、リーさん、うん、赤月ヨナ、ヨナ、ハク、シンヤ、うん、赤髪の白雪姫、白雪帯、カンコレ、響き、うん、二キプリが、ミカゼ、アイ、ゴッドリーター、ソーマくん、リンドウさん、サイコパス、ギノーザさん、コウガミさん、ツネモリさん、銀玉、沖田、カグラちゃん、うん、で、城下町のダンデライオンの中で誰が好きですか。なんでやねん、なんでやねん。あいつらじゃないの、あの高校生カップじゃないの、うん、兄弟。あ、そうそう、だ長男。双子か。あ、そっか、クールなのとバカキャラが並んでるんだよね。そうそうそう、だからカップルが好きだから、うん、いや、そうでもないよ。そうでもない。なんか大体ヒロインと、うん、なんか相手役みたいな、そうそうっすね。なんかあんま性格面では、うん、なんか、そう、ああでも白雪が白メインだったな。それにあれか、歌っぷりもあれ、サイコパスもそうか、うん、メインじゃないってことですよね。そうと、神楽ちゃんでしょ、うん、なんか一番人気って感じはちょっとしますよね。なんか一番人気っていうか、ほぼ上位人気、分かりやすく、うん、リンドウさん、ソーマさんとかも、ソーマくんとかもそうですしね、うん、なんかそういう、なんか指定的な、指定っていうか、なんか、うん、分かりやすい関係性があるな、うん、いがみ合ってるでもないんだよな、なんだろう、コンビ的な。そうだね、みかんだの。双子な気をするけど。双子の名前が今思い出せない。はるか、はるかと、かなた。違う。そしたらそれは師匠になっちゃうのよ。はるかの師匠になっちゃう。船原はるかの師匠になっちゃう。船原じゃないのか。どうなんでしょうね。シュー君もコンビは双子だと思ってる。じゃあ最初シュー君だと思った。シュー君、お兄ちゃん、お姉ちゃんたち、佐藤さん。あ、彼女か。あ、でも一応9人兄弟の中っていう指定なんで。シュー君、じゃあシュー君にしときます。双子じゃん。双子かな。でも双子っぽい感じもしますよね、セットにするとね。セットだとそうですね、あのヘタレ主人公。だって大体セットなのもん。確かにね。そう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 。で、あのピンクの髪も。そうですね。じゃあ双子で。双子コーデで。双子コーデは違うでしょ。あいつら本当に双子なの。はい、続きまして、あ、同じコメントがもう一個来てる、気をつけてくださいね。はい、コメント。あ、そう、連投しちゃったね。あ、そういうことか。勝って送信2回押しちゃったやつ。はい、続きまして、おっと、これはあれですね、前回河合さんを見かけたけど、声かけられなかった人ですね。あー。中野で期待するのに、トビオちゃんをやっていたものですが、がっつり撮影中はやっぱり声かけられないし、うざいって思われたらどうしようって思ってたので、自重しました涙、次お見かけした時は頑張って声かけてみます、だそうです。はい、ぜひぜひ。ぜひぜひ。どういうタイミングで声かける、声かける側になった時って。かける側になった時、写真撮ってなくて、ちょっと喋ってる時、今ちょっと手空いてるぞと、手空いてそうな時。あと元気よくご挨拶からのね、まずは。そうですね、今後失礼します、正直ですから来ました。全然バトンコイです。それはオーディションに初めての場所に行くと。そうですね、あのーとかよりはね、じゃあお疲れ様です。でも大体すいませんって行くよ。バナー普通はね。そうですね。まあでも河合さんあれですね、あの初対面なら上からかまされるとちょっと構えちゃうかもしれないですからね。うん、そう、うわーってもう急に手挙げられたらどうするの。うわー、イエーイ、イエーイ、イエーイ、クラブ、そんな気そうじゃないっすね。それクラブからこんにちはですよ。なんか黒人どうなんですか。知ってたかな。なつきちゃーん。
びっくりした。胸もめにくるような。あ、それは先輩後輩でいるから。あ、いるのか。そこにはないだろ。なつきー、それ知ってるやつ。知ってるやつ。ようこそってやってるやつ、うん、そうね、ちゃんと挨拶っていうか、まあ、ね、それがいいか。いやでも、うん、迷惑なんなかった。なんかあの切羽詰まってなさそうだったら全然、うん、そうね。あと薄い本買ってる時とかじゃなくて、ね、それは恥ずかしいから。そうね。はい、はい、続きまして、はい、リクエストですね。保険乱舞三日月、石松獅子王の、内番ジャージみたいなやつをやってほしいです。通常衣装はどうしても高くなってしまうと思うので内番でいいのでやってください。もしくは学パラとかでもなってて、あとリクエストで松井さんのジョジョコスが見たいです。お願いします。ありがとうございます。ジョジョ好きだもんね。ジョジョ好きだから何やろっかな。合うかもって言ってましたよね。セペリさんやろっかな。セペリさんいいっすね。じゃあセペリ。ジョジョは全然わかんねえから、松井君に合うのがわかんないんだよ。ああ、みんなあれおしゃれすぎるのよ、うん、骨格いいし。アブって高いよね。アブさん、アブさんだからあれイケメンだからさ。そっか、中南米のイケメンとかもう一番やりにくいよ。大丈夫だよ、クラウスさんもイケメンだから。まあなぁ、イケメンだからバケモン的なやつだったんだよな、うん、あ、じゃあゴブで最初にして。でもジョジョもいっぱい描けそうだから大丈夫。確かに、お絵描きだよね。あ、そうね。あれこそ陰影いっぱい描いてお絵描きだから。じゃあ2017年はね、それにチャレンジしましょう。さあ来年かい。はい、一年お休みさせてもらいましょう。はい、続きまして、匂いフェチだといったものです、うん、私は男子高校生の汗の匂いが好きですが、香水やタバコなどあんまり好きじゃないです。健康的な汗は無臭だって言いますけど、やっぱりかすかに匂いはしますよね、うんうん、今では満員電車でいい匂いのする男の人がいるとどうしてもテンション上がってしまうので離れて活動していますと。ドスケベじゃねえか。ドスケベやろうな。ドスケベだね、うん、言われてるぞ。小林にドスケベって言われてるぞ。俺言ってねえぞ。小林が言ってるぞ。満員電車でいい匂いなんか嗅いだことない。めっちゃハックカレー臭だよね、うんうん、くっせえやつです。はい、続きまして、はいですね、初コメントです。ありがとう。ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいておりますと。他にも河合さんのコス動画を見てから気になって気になって仕方なくて見始めました。あ、嬉しい。ありがとう。これからも応援してます。あとイソップというところのハンドクリームがおすすめですよ。イソップ、そっか、ハンドクリームが合わないやつだね。そうですね。ヒリヒリして聞いたつもりになっちゃう人。そう、聞いてる聞いてるってなって。違う違う違うって。違う違う、荒れてる荒れてる。続きまして、はいはい、はい、ベストふつおたニストを目指してふつおたを出しまくります。おー、頑張れ。出しまくります。量より質だって言ってたよ、ヤマピーが。あのね、ふつおたはね、あのメンバーそれを投稿したことじゃなくて、ふつおたそのもので見るんで、うん、一番クオリティの高いふつおたを選べますんで、質を高めてください。なるほど。わー、すごい。審査委員長のお言葉。はい、これだっていうね、いいやつをね。そうそう、うん、続きまして、コメント失礼します。いいえ。普段はおかわいらしいのに、お腹弱い人じゃないの。男装すると毎度イケメンな河合さん素敵です。ありがとう。 BTU さんの影響でスタミナを見始めたんですが、あるツッコミどころが多々ありながらもついてみてしまいます。そうなのよ、そうなのよ。あと希望薄なリクエストなんですけども、鬼面組のキャラクターのコスを見てみたいです。これからも応援しております。まともにない文章ですみません、失礼いたしました。ハイスクール鬼面組ね、ほぼほぼそうですけどね。ほぼほぼ鬼面組みたいな、まあ、ブス、いろんなブスを、ね、見たことないかも。世代も違う。ガンガンでやってたから。あれはギャグだけどね。ハイスクール鬼面組みたいな。あれガンガンなんだ。ガンガンは、じゃあ、もともとはジャンプなんですけど、フラッシュ鬼面組っていうのをジャンプガンガンでやったんですよ。ハガレンの後くらいですか。ハガレンの後くらいですか。新しくリメイクみたいなって、見たことないな。もう世代違うからね。まあでもギャグ好きだからな。まあね、面白かったけどね、昔見て。昔超人気だったもん、ね、うん、名前が個性的で良かった。うん、続きまして、はい、河合さんってどういうイベント行ってますか。他の方とスタジオ借り撮影とか東京ドーム例えばとかそういうイベントですか。うん、どっちも行ってるよ。うん、よく見ると分かるっていうね。よく見ると分かる。そうですね、しょっちゅう行ってる、うん、ほんとほぼ毎週、ほぼ毎週行ってる、うん、すごいよね、休みの日がないんだもんね。家にいないですもん。手帳が白い日があるの嫌だ。嫌だ。売れっ子だよ。はい、手帳売れっ子。趣味でね。趣味でね。続きまして、はい、山下さん、岸谷ではなく岸谷信羅ですよ。うん、ごめんなさい。あら、はい、反省してまーす。いや、反省してねえんですか。反省してまーす。あ、分かってまーす。不良のやり方。はい、続きまして、うちの山下が、はい、夏美エア、はい、松井さん、はい、小林さん、はい、山下さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しんで見ています。ありがとう。夏美エアコスプレメイクいつも見てます。ありがとう。夏美エアは何のコスプレをしてもかっこ可愛くて大好きです。ありがとう。皆さんの楽しみ、絡みを楽しみで見ていきたいと思います。これからも頑張ってください。ありがとう、頑張ります。頑張ります。嬉しい、純粋に嬉しい、はい、続きまして、はい、河合さんフォロワーですね。これはちょっとこんなことを書いてはいけないのかもしれませんが、河合さんと同じくらいの髪の長さだねとお友達に言われました。嬉しい。あら、
あら、河合さんのように活的ではないので髪型だけですけど、河合さんは普段アイロンなどでセットされてますか？河合さんはお声も可愛らしく羨ましいです。やだー、ベタ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 、意識されてる、意識されてる、どうしよう、照れちゃう。次おばさん、次じゃねえ、ドボさんに髪型セットの方、そうね、じゃあアイロンでしてます。ちゃんとやってんのね。続きまして、山下さんのボーダーのトップスに似ているものを持ってるんですけど、何のブランドだと思うんですか？私もオークションでよく購入していました。そんなヤマピン、あ、なんおしゃれじゃない、ヨレヨレだったよね、ちょっと。あれはね、セントジェームスっていうブランドですね。ちゃんと答えてくれた、はい、知らない、知らない、あのピカソが着てたことで有名なやつですね。はい、かっこいい。続きまして、これはですね、ミクニャンの動画についたコメントでございます。結構前、結構前、今更ですけど、この動画を見てるとヤマピーが成長してるんだなって思います。よかったね、本当よかったな。ミクニャンもやり直したいな。あー、リベンジがいっぱいしたいね。次もあるいっぱいしたいんだ。まあ、坂道くんずっと言ってますもんね。うん、そうですね。続きまして、ワンパンマンの肉玉のお披露目会で発表されていましたが、先行のフラッシュに鳥海さん、なんとかバットに畑野さん、黒光に日野さん、キングに安本さんと、私が好きな声優さんばかりだったので、喋った瞬間すごく興奮しました。音響監督さんも感謝したくてもしきれません。密かに黒光は声優さん本人が肌色が黒いからキャスティングされたのかなとつい思ってしまうと同時に、本編でヒーローたちの口喧嘩の仲裁を当てながらしていたのでキュンキュンしました。いつもながら長文乱筆失礼いたしました。うちらでも別にスタッフじゃないっすから一級の声優がいいメンバーだなっていうのは、ね、確かにいいメンバーですね。そう、ワンパンマン基本的にみんなだからね、っていうか、オープニング曲もエンディング曲も全部だからね、そう、愛されてんだよ、お金かけてんだよ、うん、ね、そりゃ面白いよ、ね、そりゃ面白いよ、面白い。はい、続きましてスタミューですね、うん、今回も河合さん素敵でした。ありがとう。調べてから聞くべきなんですけども、コミケは何日目に出没しますか？ぜひ会えたらなと、皆様と会いたいなと、希望ですですが会いたいなと思って聞きました。これからも応援しています。嬉しい、まあ、29か、まあ、30か31か、なんか次とヤマピーは29、30、31全部休み取ってんだよね。そういうコミは全部休み一応取ってて、うん、でもこの2人と似て合うのは1日目だから、1日目行くかもしれないなっていう感じ。1日目は一応休みですね。でも私もちゃんと開けましたよ。3日目まで3日間。あ、嘘。受けれるようにしました。すごい。そうですね、3日目。アニラモアイが違いますから、小林さんとは。あ、次もう諦めてたよ。うん、どういうふうに、じゃあ3日目は開けれる。ただ3日目なん。微妙だよね。ちょっと微妙ですよね。3日目がね。ちょっと我々全員のちょっと事務所の都合で若干3日目微妙になっちゃったんです。あれなー。なんで嫌そうな顔するの？あれなー。嫌そうな顔するの？あれなー。あれだと思うよ。31日の夜からだよね。そう、夜からだ。でも12時12時なんで、ライブ自体は12時12時じゃなかったです、ね、昼の12時間だな。22時間とかが24時間だ。あ、じゃあ12時間か。12時間6時、6時か。じゃあ、どの時間だろう。まあ、あのカウントダウンライブっていうね。だからどっちにしろ行ったとしても3日目はそんなに遅くまでいられな い最悪だから、新宿門座に来ていただければみんなに会えるかもしれない、ね、ちょっとネタ仮押さえなんで我々どうなるか分かんないですけど、ちょっとね、分かり次第また連絡しますね。ツイッターとか見ててください。そうです、ね、そう。でも一番希望高いのは1日目かな。29日ですから。ただコスプレに関しては何の準備もしていません。やばいよね、コスプレはね。あれできるかね。でもまあ行きたい。でも私は行きますよ。まあ、普通に行くには行きます。今回に行かなきゃいけないんだから。そうそう、戦場だよ、戦場。大体僕は3日目行かないといけないんですからね。そうだよ、うん。私も1日目買いたい本があります。あれ？あら。じゃあ、うん、行きましょう。会いましょうね。声かけてね。あったらなんか記念品差し上げますね。それはやめとこうよ、ヤマピー。いいけど。どっちなんだ。いや、ヤマピーが言うことだからいいけど。私たちやってもなんもないよ。確かに。アニヤモトークです。あれですね、キャラ診断してくださいのあれですね、剥がれのやつですね。はい、シスプリ懐かしい。自分はサクヤが好きでした。あとキャラ診断はロイで正解でした。お見事です。おー、よかった。さあ、もう言っておくろよ。素直な好みの方でよかった。そういうの。はい、続きまして、小林さん、かわいい。え？はい、次学校暮らしのリーさんとかについてコメントですね。ありがとうございます、はい、これからも頑張ってください。次はい、続きまして達也くんです。やっぱり金髪キャラ似合ってますね。今回もかっこいい。私は受験生なんですけど、アニメが好きでなかなか勉強に集中できないんです。学生時代に勉強そっちのけでやってたこととかありますかと。おたかつだよ。まずそんなに勉強していない。あーなー、そうですね。いや、君はしてたでしょ。いや、してないです、ほとんど。大学どうやって入ったの？なんかその直前はしてた、大学の。あ、一見そうですね、3年になってから始めましたね。それで国立大学か。でもさ、逆にさ、受験のさ、おかげでさ、頑張れたり、あ、違う、あ、ん？なんか、受験頑張る。受験終わったらアニメめっちゃ見れるとか、好きなことできるとかあると頑張れない。ご褒美方式。
まあ休みになるっていうのが、あのご褒美になるほどのものがなかったんですよね。部活しかなかったから。そうだね。部活は確かに。で3年のまあ夏で終わっちゃうし、大体の部活は。受験の時にアニラジを聞き出して、うん、まあまあテレビとかアニメ見れないじゃないですか、うん、アニラジ聞き出してそれでがっつり声優にハマったみたいな。わかるー、ラジオだったよね。そう、うんうん、ラジオやってたね。ラジオは聞きながらなんとかできるからね。そうな感じですね、はい、続きまして廃墟ひなたくんですね。コメント失礼します。いつも拝見してます。菅さんやってください。お願いします。菅さん多いんだよね。菅さん多いですよ。大転写ですね。菅さん人気だもんね。結構言われるんだよね。はい、続きまして刀剣乱舞のコスプレですが、堀川邦博くんかな、はどうでしょうか。一番はジャージで通常の衣装はシンプルめなのでやりやすいかと思います。余計は参考にしてくださいと。みんなもうあのどんどんハードル下げてくれて、ジャージでいいかなって言ってくれて、ジャージでいいっす。前回ね、トーラブのキャラ何やったらいいか教えてくださいって言われてきてるんですけど、結構バラバラなんですよね。確かにやっぱみんどのキャラも人気あるんだなっていうね。でもなんか結構なんか夏希のこと分かってるかなっていうぽいキャラ性も、はいはい、いやわかんない、なんかそのこのキャラが見たいっていう気持ちがわかんないけど、うん、その夏希に対するね、その熱量っていうのわかんないけど、うん、なんかこのキャラ夏希できねえだろみたいなのがあるじゃん。そうね、あまり可能性ありない、絶対似合わねえだろみたいな、ムッキムキキャラみたいなね。はいそ う, そういうのよりもちゃんと考えてくれてるから、あこれだったらっていう似合いそうなキャラをねやってほしいのか。いやでもみんな考えてはくれてると思うんだけどね。そうですよ、なんかね結構河合さんにこれやったらどうなのかなって化学反応的なコメントも多いんですよね。はい、なるほどね。なんか今までもある程度こういう系統見てるからなっていうのもあるから ね、そうなんですよ、新境地みたいなもんですかね。はい、というわけで以上で、コメントは以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではお待ちかねのふつおたのコーナーでございます。ふつおたタイム。